足利市朝倉町にあるピッコロさんに来ています。建物見たことあったけど初です。2階建てのお店みたいです。店内に入り、私たちはテーブル席に。広々したテーブル席です。卓上にはスタンプカード、ドライカレーのトッピング、すごいです。卓上ライトでおしゃれな感じ。メニューです。名前がかわいいお店だな。メニューは結構ページあります。セットもの充実。ドライカレーうまそう。パスタなどのイタリアン系が。デザートセットもいいな。飲み物やテイクアウトのページもあります。お店のこだわりがあります。ビールが来ました。ラガーの中瓶。おつまみはシャレてる。レーズンとナッツ系。ピッコロチキンセット1600円。ドルン。まずはセットサラダ登場。色合いが綺麗、おしゃれだね。トウモロコシは白と黄色だ。きゅうりも飾り切り。夏野菜がたくさん入ったサラダです。うまそう。野菜は生野菜でなくゆで野菜でした。もやしやキャベツが入っています。ゆで野菜大好きだな。それではサラダいただきます。どこから行こっかな。こんなに具沢山だと嬉しいです。ゆで野菜はさっぱりしてます。これうまいぞ。ほうほう、来たね。メインです。チキンプレートだな。完全にハーフ&ハーフにしてよかったです。タンドリーチキンが2つ入ってて、カレーのいい香りがやばいぞ。大きさも食べやすそう。そしてチーズが乗ったチキン、やべえ。上のチーズはこんがり焼け目で美味しそう。なんか下にも何かあります。こういうポテト大好き。チキンチキンの最高プレートです。チキンがまさかの3種類、やばい。そしてご飯はもちろん大盛り。大盛りといって山になってるのが嬉しいです。なかなか食べ応えの期待ができます。これがパン粉焼きチキン。こちらはチーズチキン。こちらはタンドリーチキンです。飽きずに楽しめるチキンプレートです。私の胃も満足しそうだわ。まずはチーズチキンから。ドーン。これをまずナイフで切ってみよう。ナイフがスーッと入る柔らかさです。チーズの中にはトマト系のソースが。こんな上品なチキン久々。それではチーズチキン食べてみるよ。大きめに切りました。うめー。チーズとチキン相性最高。米が進む味付けです。ラザニアみたいな味がします。そして柔らかいチキンは何とも言えない。最高にうまい。次はタンドリーチキン。ドルン。一口でもいけるけど、やっぱ切って食べたい。カレーのいい香りが抜けないね。なかなか外では食べれないタンドリーチキン。カレーが使ってます。それではタンドリーチキン食べてみるよ。本当にカレーの匂いがすごいです。いや、うまい。高級チキンカレーみたいです。カレーもチキンも米に合うよね。これはスパイス効いててうまい。パンチも強めで米もはかどるぜ。本格的な味がすごいね。最後にチキンのパン粉焼き。ドルン。これも切ってみようか。この料理は何だろうか、初めて見ました。パン粉の焦げ目に大量玉ねぎ。この料理名何なんでしょう。チキンもジューシー。それではパン粉焼き食べてみるよ。玉ねぎいっぱいで落ちちゃうよ。初めての味。さっぱり系で味わえる。玉ねぎがいいアクセントになってやばいです。さっぱりしてるけど、米ははかどっちゃうんです。こういうポテト大好きなんだけど、柔らかいフォークがスーッと、上の焦げ目がまたたまらん。
完全にペーストされてない感じもいいです。それではポテト食べてみるよ。うめえ、グラタンみたいな味わい。この作り方を教えてほしいです。はい。ドライカレー900円。ダライン。これはここの売り商品みたいです。見た目はシンプルです。お米が少し黄色っぽくなってます。ご飯に緑の何かが一緒に入ってます。上のドライカレーも綺麗な形です。ペースト状のカレーうまいよね。カレー動画的にも初だ。それでは箸取ってみるよ。結構上のドライカレー乗ってんね。いや、いい香りや。ご飯と一緒にすくうと、お米はカレーに合うようにこだわってそう。米に絡んでくるドライカレーやべえ。なかなか家でも外でも食べないから新鮮。それではドライカレー食べてみるよ。うまそう。うめえ、甘口めで本格的。カレーの味の他にも出汁効いてます。これは売りにしてるだけあるわ。カレー外で食べないからやばいです。ピッコロチキンセット完食です。ドライカレー完食です。それでは振り返りです。最高にうまい3種類のチキンとドライカレー、休日に幸せになれました。他にも気になっていたメニューがあるので、次はごちそうさまでした。